9400。おい、しちゃいましょう。ガッ。イエス、イエス、イエス、イエス。いけるか。いった。やばい、壊れてない。よっしゃ、いっちゃいますね。なんかいっちゃいますね。あんたもうこれぐらいで倒してる。ハイランク5のアンドリアスはなかなか強いね。さあ、いけるか。よっしゃ。ローブラザー、白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は原神のレザー君の説明していきたいと思います。まず冒頭の方で見ていただいた動画で、火力の方出てると思うんですけども、通常のこのこれの会心ダメージで1万超えてくる感じですね。通常に敵にこうジャブ打つだけで4000、5000とか一発一発当たるような内容になってます。でそのからくりですね、キャラクターの方を見ます。パーティーに非属性2人は入ってません。まずは武器、僕今回使うのは吸気族の体験での使うんですけども、これがね基礎攻撃力値が意外と高いと、他の武器に比べるとちょっと高め、清風体験とかこの雨のやつとか、白煙の剣とかこれとかに比べると非常に高いっていう感じになってますね。もう一つね、武器に関してはもし他に使いたい、もしこれ吸気族持ってないっていうことであれば、狼の末路っていうその星5の剣とかもかなり強い強武器なんですけども、これじゃなくても火力出せます。吸気族の体験で十分です。ただもう一つあるのが飛天覆い子の剣っていうのかな、これがね星3のやつなんですけども、宝箱とかから適当に落ちるやつなんですね。これを使っても構わないです。物理ダメージバフがねついて非常にレザーとの相性がいいです。ただ説明していくんですけども、吸気族の体験にした理由としては会心が今回の肝になります。だから会心率が一発殴って 8% 上がる。これ吸気族の体験は精錬上げると 2% ずつ上がってきます。で会心が出たらクリアされてしまうと。ただ 2,3 発に1回会心が出るっていう設定で非常に強いです。で生物ですね、とりあえず今回出すからくりだけ説明です。剣闘士ですね、他に旅人とかいろいろあるんですよ。他 の, 威力上がる系のやつでいろいろ調べたんですけども、剣闘士系の方が白ダメつけるには非常に優秀です。まず攻撃力 18% アップするっていうのはこれは当然なんですけども、ここの通常攻撃ダメージが35%、 これね攻撃力が 35% 上がるとかそういうのよりもかけ方が変わってくるんで、実際の攻撃力が例えば1000ありました、それから 18% 上がるとか 35% 上がるとかじゃなくて、与えたダメージに対して乗ってくるものによってくるんで、
非常に白ダメの伸びがいい。これが両手剣とかであればもうかなり強いです。でもう一つまずね、羽と、まあ、時計は攻撃力の方でも構わないです。意識してほしいのはここのカップかな。カップのところは物理ダメージバフ、これ 58% までいくんで、これは非常に重要です。まず白ダメ伸ばすのに必要なのが2つ、会心ダメージと物理ダメージバフです。この2つが非常に優秀です。なので冠の方は会心ダメージをつけてください。ここね、会心率つけれるんですけど、会心率をつけてしまうとまあ伸びないです、どうやっても。だから会心ダメージをつけます。なので、このサブステータスのところにも会心ダメージがついてるやつをボンボンつけてください。もちろん会心率がついてるやつのがあると非常に良いですね。会心率ついてる、会心率、会心ダメージね、こういったものがあると非常に伸びてきます。まあここまで厳選しなくても1万ダメージ近くはいくと思いますんで、この構成は非常に優秀だと思います。はい。でテンプね、テンプも非常に上げてください。こちらなんですけども、まあ1凸するとこう、まあ、10% アップするとか、例えば4凸するとまあスキル打った時に敵の防御力とかがね下がってしまうと、そういうので白ダメ伸ばすこともできます。レザー短期で出す威力になります。でなんでレザー短期にこだわるかっていうと、まあ敵と戦う時に属性不利になってしまって、例えばこれが効かない相手いますね、その時にやっぱ白ダメがないと倒せないんですね。だったら他の属性キャラに変えたらいいじゃんって思うかもしれないですけど、そうすると育てなきゃいけないキャラクターが増えてしまって、今回このゲームやってて皆さんお気づきだと思うんですけども、いろんなキャラ育てるとね手が回んなくなります。なのでレザーの特性を生かして物理ダメージをめちゃくちゃ伸ばせる特性を生かして白ダメを伸ばすっていう選択肢がどの相手に対しても優秀です。あと体験他のでもいいじゃんって思うかもしれないですけど、物理ダメージバフが伸びるのがレザーで、プラス戦う時に空飛んでるとかちょっと浮いてる敵に対して体験って基本横投げなんで当てらんないんですよね。だけどレザーはこれが空に届くんです。なので、純粋精霊とかと戦うときに鶴が飛んでたりするじゃないですか、あれに対してこれが乗るんですね、なので非常に優秀となります。だからそういったその1キャラしか作らなくても全ステージを、まあ、踏破することができるような設定なんで、非常に優秀だと。でもう一つ、でも元素爆発とかで例えば10万超えたりするダメージのロマン砲打ちたいよっていうことであれば、レザー以外のところでチーム編成できますね。でレザー単一で火力出すっていうことは、ね、単一で出せるってことはもうこれで完成してるんです。なので残りの3キャラがフリーなんですよね。だからここを例えばモナ、アンバー、バーバラにするとかね、でモナとアンバーとかの組み合わせで火力出る。で例えばここのバーバラのところをまあ、育ててベネットとかにしてもいいですよね、回復役で。でウルト使って元素爆発使ってでモナアンバーみたいな、そういった形で、まあ、元素ダメージ、元素爆発で元素ダメージのモリモリのキャラクターにして戦うってもありだと思います。で普段はレザーで攻略します。普段レザーで攻略してちょっと強いなとか、ボス用でこの残りの3キャラを育てるとか、そういうロマン手段も例えばレザー1体で完結するんですよっていう設定であればいいです。例えば2キャラで完成するんだ俺の火力はみたいな感じでやると2枠埋まってしまうんで非常に戦いづらくなります。なので僕がおすすめしたいのはレザーで、まあ、白単一でやるのが非常に面白いんじゃないかなっていうことで、一つの提案としてお勧めしたいと思います。まあ
なんだろう、無属性じゃつまんないよってことであれば、この残りの3キャラでやってもらえればなっていう形ですね。はい、あとはね、例えば7とか氷属性のキャラクター、ガイアさんとかああいうの使うと、敵の防御力が下がったりするんで、また白ダメが伸びる原因になります。白ダメが伸びる原因となりますね。なので、まあ、そういった形とかでも、他のキャラクターとの連携も無属性レザーはできます。できなくはないんで、それ以上の火力も見込めるし、他の人と一緒にやるときも全然、楽しめると思います。まあ、一つの、ね、提案という形なんですけども、僕はこれで不自由したことがないですね。あと螺旋に回すときも1キャラで火力が完成してるんで、まあ育てるのがね非常に楽だと思います。螺旋に挑戦するにレザー一つ、ローコストなんで作ってみてください。はい、ぜひ、まあ、こういった形で、動画投稿とかしております。で、原子に関してはライブ放送とかも、まあ、不定期ですけども頻繁にやっております。なのでぜひぜひチャンネル登録して、ライブの方にね、よければコメントの方をいただければ、コメント読んでご挨拶したいと思います。ということで、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。